はい、どうもこんにちは、レッチです。さあ、今回はクラフトモーション101というゲームを遊んでいきます。さあ、このゲームはね、とある惑星に降り立って、この可愛いロボットたちにこうプログラミングを施して、こういった作業をしてくださいよというのをして拠点を作っていくゲームで、プログラミングといってもですね、コードは書かなくて、いわゆるね、ビジュアルプログラミングと言われるような、こういうね、並べていくような感じかな。これやってください、これやってくださいみたいな感じで並べていくと、それをループしたりするような、プログラミングができると。それによってロボットたちに、多分個々に設定したりね、ああいうコピペとかもあると思うんですけど、これで資源を開発していくと。さあ、来ました。あ、いるね。あ、この惑星にいるんだね。さあ、この氷に覆われた惑星。氷、雪か。ああ、でも氷もありますね。ああ、凍ってる凍ってる。こういうのをどんどん解放していけばいいのかな？あ、クリックなんだ。これで資源、石を、こうね、合体させる。で、スパーク。ああ、なるほどね。こう、摩擦で火が生まれたと。結構な、じゃあ威力でやったんだね。で、次は石炭。石炭とスパークで、薪的な、あれか、エネルギーかな。でも、これ石炭は火と木でできるってことか。で、このスパークは石と石でできると。石なくなっちゃったのかな。とんでもない衝撃ですけど。で、火になるのか。なるほど。じゃあ火と木でやると複数できるのかな。じゃないと割に合わないか。あるいは、火が簡単に消えるわけもないのかな。火はスパークと、この石炭、あるいは木炭かな。で、これで溶かすよと。で、これパーセントあるんで、これ1回で終わるのかな？何回も行ったりするんですかね。さあ、ボンファイア、焚き火です。焚き火はレンガと石炭かな。で、これをここに移そうと。エリアが広がるんだろうね。ここに、何を入れるんだ？火を入れるわけだよね。入れましょうと。いや、こうじゃないわけでしょ？ちゃんと、もうシュッてやって、シュッてやると。ここもなんかね、こう、クリックアンドドラッグって感じだと、これ自体もなんかビジュアルプログラミングっぽいんですけど、操作は結構簡単だね。直感的なね。ロボいるの？あ、頭だけ。怖。怖い怖い。ああ、ボディ出てきた。そんなバラバラで出さなくても。合体させるんだね。アセンブル。組み立てようと。で、これも素材書いてあるね。全然わかんないけど。電子基板とか電池とか。はい。さあ、じゃあやってみようか、プログラミング。で、次は何するんだ？石を取るのね。石を1個取る。石炭を取る。こうすることで、これ何ができるの？加工したんだね。コールブリックか。形を整えたみたいなことかな。さあ、火がなくなるとこれほら、後退しちゃったんで、これをね、プログラミングできたら最高なんでしょ？これ燃料なのかな？食べてる食べてる。ドラえもんじゃん。なんでもね、なんでも食べてほしいけど、ドラえもんみたいに。でも83歩あるんで普通に動くよね。さあ、ここでプログラムを作ろうと。来ましたね。私もやってますから。任してください。さあ、ファインダーのピック。見つけて、取るという動作。で、これ石を取りますよってことですね。なんかね、教育で使われるようなやつって、こう、パズルみたいな。なんかこう上から、こうね、合体させていくみたいな。それも楽しいと思うんですけど。これなんか並べていく感じだよね。あんまり膨大な量になると見づらいかもしれないので、シンプルな動作を複数のロボたちに、こう、分担させるようなイメージなのかなと。で、まずこれ石を見つけて取ってくるわけでしょ？で、これもしエラーの場合ったらね、オンエラー、分岐みたいな。で、さらに見つけてくる。
で、それを次はですね、なんと、ここね、コンバイン。スパークができるのかな。で、次は、石炭。で、これで火ができるよね。で、ドロップトゥーをどこに置きますかってことですね。あ、で、これできた火をここに置きますと。ここね、ここ。いや、プログラミングならね、場所指定しますからね。で、トゥアイドル。終わりですと。繰り返しとかもあるんだよね、多分ね。これリセットか。あ、コピーあるね。ここで戻れば、トゥアイドルアイドルでこうやって繰り返すんだよね。一回で終わんないよね、多分。あ、これで下に戻す。さあ。ちょ、無駄な動きしたね、君ね。一緒に合体かわいい。で、石炭取る。石炭合体。昔やった、うんですね。あ、すごいすごい。ずっとやってくれてる。いいね。かわいい。で、あ、次ね、これ作れと。なんだ、左のやつ。右はこれだよね、石でしょ。あ、これか。ソイル。おお、待って、持ってくな、持ってくな。あ、そっか、見つければいいだから。そっか、で、取るわけじゃないんだね、確実に。さあ、これなんか、なんだ、粘土的なことだよね。で、あ、また作るの？石とソイルでできたものが素材となり、あとは石炭できました。あ、これはじゃあここだね。そうだね。さあ、こいつ助けに行こう。作れるし、いるしなんだね。ちょ、火くんない。あ、映る映る。お、なんか新しくできたよ。いいじゃない、いいじゃない。これを使ってどこまで行けばいいんだろうね。フローズンロ、あ、あ、これでもう溶けたのか。さあ、ロケットの機能が戻ったみたいですかね。コマンドセンター司令部。石を15個入れると、ロボットなんかくれるね。ここに入れんのか。これちょっとプログラミングしてみる。例えば、石を見つけます。で、ドロップトゥーでここ場所して19の5指標なのかな。で、終わり。ファインダードロップあるね。これやればこのまま1個にできるの か、 だからこういう分って長くしたらね、いけないんでね。よし、お前ら働け。あ、石なくなった。そうか、資源はなくなるのか。あ、でも1500とか書いてあるじゃん。全然石じゃなくて石炭かな、なくなったのは。あれめちゃくちゃあるけどね。なんでなくなったんだろう。そこで、まあ、その多分終わったとしてもずっとそこに置き続けると思うんで、どっかでやめないといけないね。だ、例えば回数とかしてできればいいんですけど、15回終わりみたいな。それはないのかな。でも結構、でも、あ、やばい。エネルギーが急速になくなってる。あ、すごい、片手間に食ってる。かわいい。これちょっと置いとくな、その辺に。こうやって重ねは無理か。そんないっぱい置けないんだね。いいよ、俺、適当に食っても。適当には食わないのかな？充電ステーション的なね、あるのかもしれないけど。なんか、もしエネルギーが何倍かになったらみたいなないのかな。とりあえずいいか。あ、もう重いよ、君。君でしょ、その仕事してんの。リセット。あ、違うか。リセットだと戻るだけか、最初に。デリートだね。それでちょっと待っててくれ。エネルギーもね、そんな、たじゃないですから。で、次は、スパークね。
まあ、簡単ですけど、あ、さあ、オブジェクティブズ、目的、あ、作り方のウィキか。ものだね。あ、ストレージとかあるな。で、火はまあこうやってやればできるけど、例えば、なんか、数を均等にするみたいなのないのかな。GoTo ポイント、そこに行く。これは何でもないのかな。なんか間に挟む部分ですかね。持ってくるあれね。例えば、この火を持ってきて、ここに移すみたいな。そんなやついる？まあでも、こいつに入れちゃうと、だ2回同じ分をやった後で1回持ってくってやれば、2個やってここに1個持ってくっていうのを1人でできると思うんですけど、まあなかなかね。でもなんかさせたいな。だそう、じゃあせめて、で、ファインドドロップだと作らないから、作るためには、石と石炭だよね。石。石炭。で、これをね、合体させるんだけど、この跡がないんだよね。持っちゃうよね。どっかに置く、ドロップ2だと、ちょっと倉庫みたいなものがないとしんどいと思うんですよ。だ一旦なんかこの辺に置いとくけど、もうこれすぐ止まっちゃうねと。まあ、そうだね。倉庫が欲しいね。そうなると。で、アップグレードか。これね、食べる。置けないの、それ。置けもしないの、そこに。あれ、置く設定しなかったっけ？あんのね。じゃあ、はい、移します。結構大変です、これはね。だ倉庫があったら、絶対これは機能するんだけど。だこういうのをやっぱりロボットにやらしたいね。せっかくプログラミングできるし。プレイヤーがね、もたな、この、クリックの、クリックのパワーでやってますけども。これ、まあ、ここに確実に1個あるんで、そこはいいよね、と。ちょっと余らしちゃってる、もったいないね。で、これ受け取ってんのかな？さあ、鉄、あ、これを。やれと。完成したものは動かせないのか。いやー、忘れちゃったな。これだよね。そっか、1回しか作ってないから。こうで、こうで、こうね。さあ来たけど、これ火の維持がいるよね、どう考えたって。ここで動かすわけですよ。食べるあんじゃん、食べる。だ設定が増えていくんだね。プログラミングの内容が増えていくと。食べる。まあでも食べる、あ、だ途中に入れないといけないかな、こういうのは。で食べ、毎回食べちゃうのか、これでも。それはそれでもったいない気するよね。例えば 95% で食べ続けたら、もったいないと思うんですけど。これピックフロム。ここでドロップトゥー、ここで輸送みたいなことね。でアイドルの食べるは、あ、じゃあオンエラーでここだね。ここで、まあ、できてないですけど場所がいるんだよね、やっぱね。だここに置いとくだけじゃダメだと。あ、ごめん、そこへの道がないわ。わ、これ結構この火の森番がいるね。どうした？あ、凍ってると入れられないんだ。結構じゃあれだね、追加してるけど、新しく開拓ができないみたいなことかな。で、まあ、取ります。あ、5個しかないね。めっちゃ希少なんだけど。あ、これは何？火か。火ください。よし。さあ、彼らがね、充電できるようにしよう。少なくとも。あ、もう一個ね。はい。次何ができるんだろう。あ、これか。アップグレだね。
ちょうど個数分です。で、ちょっとこれを輸送しとこうか。こっち自分で食べてほしいな。さ、探したけど、普通にこれ受け取る部分にこれ倉庫っぽいのあるよね。これでいいんじゃね。あ、でさっき助かったやつここにいるわ。よしよしよし、鉄探そう。鉄は見つからないですね。あったあった。あ、めっちゃある、めっちゃある。作ろう作ろう。あ、間違えた。これじゃない。どうぞ。こっちと、これね。これ消せないのかな。あ、そっか、一旦消えれば動かせるから、ここで拡大しておけばいいのか。あ、でもこの、この薄いとこ入らないんだね。じゃ、ここか。全的にだ。ここはじゃあ下の方に動かしとくみたいな、こんな感じでやっていけばいいね。 OKOK。 さあ、いけいけいけ。これぶち込んでいくと、ここで倉庫ができたらちゃんとね、ほらストレージ、鉄板と何あれ、なんだ右のやつ、ガラスみたいな情報にはないですよね。なんだろうな、あれ。丸いもの。丸い透明の光り輝くもの。まあ、ストレージです。あ、そこ置いちゃうと、あ、もう別にいいのか。これ、物が入れられるよと。で、次またこれね。あー、なるほどね。まあまあ、プログラミング、ね、こう、初期にやったくらいで、倉庫がなかったんであんまやってなかったですけど、例えば、こうすれば、ほら、入れてくれると、ほら、見とこ、最後に。この可愛いね、この子が、うんとして入れてくれる。これで、ようやくね、資源。で、こっから動かせるんだよね。ほら、うわ。めちゃくちゃいい。だ、火とかもこうやって入れとけるの。火は無理か。火はもうここに入れとく感じなのかな。うまく動かすね、ものが欲しいね。電力じゃないから、こうね、全体的な予想はできないけど。いや、面白いですね。まあ、こういうね、ビジュアルプログラミングで、ロボットたちにね、命令していく。で、研究することでその命令文が増えていくと。まあ、教育に向いたね、ゲームなのかなと。まあ、可愛らしいんでね、普通に、こう、構築してった世界を振り返ってみたらね、楽しいよねと。で、この子たちまだ食べれないから、ね、どう、ここにあったら食うのかな。まあ、現状ね、もうこのギリギリの状況で、働いてるよね。どっかで完全停止しちゃうんじゃないかな。ね。どうする心配もありますけど。とりあえず、まあ、ここにしましょう。さあ、ちょっとね、終わりにやってたんですが、これね。まず、このファインダーピックをつけて、ここ見つけると。で、食べるで、こうすれば、見つけてきて、この子ね、間に合うかな。これ見つけてきて食べると。ただ、あ、ちょっと終わっちゃうか。あ、この子じゃないな。あ、これで動き出したね。こう取ってくる、合体する、で、これ入れる、こっちか、取ってきて、ここに入れる、で、こう見つける、食べる、で、回復する、取ってくる、作る、火を入れるみたいな。これ繰り返せると。ただ条件の設定がないんでね。今のところね。だからこうずーっと 90% 台で食い続けると。だからこの効率はちょっと悪いけどね。これで言うと。これで食べさせることもできるよと。だからほどほどにね、50% くらいでやりたいけど、そういう前提はなさそうだよね。この食べるの設定はなくて、食べるだけなんでね。例えば、あ、でも無理か。オンエラーの時に行けばって思ったけど、オンエラーの時多分電源が切れてるんで、
手遅れだよね。ってなると、だこの同じものを2回3回やって間に1個入れる方が効率というかね、無駄な分は使わないよね。最初ならちゃんと1つずつ分配していった方が多分そんなロスはないかな。